してでございますか？なぜこんなことに。どうされました、春姫殿。おや、何ですか、その真っ黒な得体の知れない物体の数々は。極東の天ぷら料理を皆様に振る舞おうとしたのですが、気がついたらこのような惨状に。申し訳ございません、申し訳ございません。貴重。ああ、なるほど、天ぷらですか。あれは温度管理などなかなかに難しい料理ですからね。極東の天ぷら職人などは一人前になるのに数十年の時を要するとさえ言われています。その重さ痛感しております。やはり私のようなふつつか者が手を出すべきではないのでしょうか。そのようなことは。春姫殿は天ぷらを揚げられるようになりたいのですか。はい、いつだか御事様が振る舞ってくださった海産物の天ぷらが絶品でございました。春姫もあのような料理で皆様に喜んでいただきとうございます。なるほど、そういうことでしたら協力いたしましょう。自分が教えられることは全て教えさせていただきます。本当でございますか。あの、しかし材料は全て黒焦げに。ではまずは食材の調達からですね。善は急げです。早速買い物に行きましょう。みことさま、ありがとうございます。申し訳ございません、いつもご迷惑をおかけして。いいのです、春姫殿の助けとなれるのであれば自分も本望ですから。ちなみにですが、天ぷらを作るにあたり初心者にも優しい材料というものもあるのです。え？ダンジョングレインというダンジョン由来の穀物で、実にふっくらとした衣に仕上がるんです。そんなものが。しかも熱にも強く焦げにくいという特性もありますから、初心者にはもってこいです。ただダンジョン由来だけあって必ず在庫があるというわけでないのが辛いところですが。なんだ、買い出しかい。アイシャさん。